それはお前はアホや知ってるよちょっとちゃうねんリナと、うん、なんか線が一本違う二本違うじゃないねん、捉え方がちゃうねんね。で前もお母ちゃんと一緒に買い物いつも行きますけども、フードコートで座って人物観察、あの人見てみ、あんなの聞こえてるのに歩いてはるわとかいろいろ見ながら、そう食べてる姿を、ああいう食べ方はしたらあかんなとか二人で言い合いながら、そういう風に見るけど、あんたあんまり変われへんって言うねんな。うん、そんなあの人のこと言ってるけど、その人と大して変わらない。ところが、こんな私が一番いいと思いながらやってきました。歌や歌や歌うとてみ、そういう私が次に当てれば何もできないこの人やから今が幸せ辛いと思そうして遊んだらね、怒られてね、歌も歌いながら歌うとったら、そこちょっと違うねって言われるし、あんたが日本一の話か、え、音楽家ミュージシャン、やっぱ話しやな、話いや、うん、ありがとう。まあ、今日本一のお友達もらうんやったら、手に入れるんやったら、うちはどんなことも協力させていただきます。よかったな、里屋と一緒に